営業所は東京都葛飾区奥土に位置するる京京成バスの営業所である東京地区発着の高速路線を中心に担当する。社内の営業所記号は1を用いる。同書の配下に、東京都江東区篠野の目にある、篠野目車庫があり、高速バスの一部を同車庫で担当する。ナンバーは、奥戸所属が葛飾、篠野目所属が江東となっている。日中運行する。 一般路線は担当しておらず、深夜休行便のみ運行している。2011年4月15日に新設された深夜、休行バス。火災臨海公園駅では乗車、降車が可能だが、火災駅から先は降車専用となる。2012年4月13日より、1便のみの運行となり、小岩駅は経由しなくなる。 京成バス株式会社創立10周年記念塗装車、運行形態の詳細は路線記事を参照。新奈良市の高速営業所との共同管轄路線運行形態の詳細は路線記事を参照。長沼営業所、新奈良市の高速営業所との共同管轄路線一部便は、下野目車庫から運行。 新奈良市の高速営業所との共同管轄路線機密製鉄所行きは、イオンモール木更津は通過。三井アウトレットパーク木更津行きは、途中無停車。TDR へ向かうシャトルバス、幕張メッセ発イキャット行き臨時シャトルバス、小岩駅行きは、亀有駅通過。亀有駅行きは、小岩駅通過。京成バス運行便の羽田区後方面行きのみ、パスも、 スイカの使用が可能である。深夜バスは、倍額運賃。千葉営業所との共同管轄路線成田空港線は、ほぼ全便が、千葉営業所の担当で、奥戸担当は、朝の空港行き1便と、小岩行き最終便だけである。墨田区と台東区のコミュニティバスを、運行受託している。全3ルート東営業所が、運行受託。グルーリ、メグリンのみ、東営業所が、 運行住宅。他の三ーとは、日立自動車交通が運行住宅。東京線1947年6月、東京都交通局との共同運行路線第1弾として開設。両国橋から国道14号をひたすら東へ向かう路線だった。国鉄総武線の輸送力増強で採算が悪化し、 総武快速線の完成を2年後に控えた1970年8月15日、限りで都営が撤退、廃止となった。京成は市川駅と小松川警察署の間を新橋線に編入し存続するが、1979年頃に廃止。上野線1947年11月に京成単独で開設され、1950年都営が参入して、 共同運行となる。東京都交通局第二次再建計画に伴う路線再編成により、1977年12月15日、限りで都営が撤退。京成単独で存続するが、1996年9月7日付で、四次線と統合、現在の新五52系統となる。京成が撤退する形となった。 本田警察署と上野の間は、都営バスの草三十九系統が事実上の代替として、平日日中に限り、浅草と上野の間を延長運転することになり、現在に至る。小松川線1951年4月1日付で、それまで、都営の単独運行だった三十二系統、金視町駅新橋駅線を小岩駅へ延長128系統として、 形成が参入。形成では、新橋線と呼称した。1970年、東京線の廃止に伴い、市川駅と小松川警察署の間を、形成単独で存続することにし、新橋線に編入される。その後、1974年8月15日付で、箱崎町新橋駅間を廃止。小岩と箱崎町の間が2式27系統。 一川と小松川警察署の間が小74、系統となる。1979年頃には、初代小松川線が廃止されて、箱崎線のみとなっていた。1996年9月7日付で都営との、相互乗り入れを解消の上、小松川警察署泊まりに短縮、小74の系統番号と小松川線の路線名が復活した。 2001年2月16日付で、京成タウンバスに移管された。都営の2式27系統は、高等営業所から2代目江戸川営業所に移管の上、現在も小岩駅両国駅間で運行を続けている。四次線現在の京成タウンバス新商52をつ、系統である。1996年の再編成で、上野線と統合する前は、 こちらが新五52を名乗っていた。綾瀬線、奥戸線、京成タウンバス開業時に、この路線のみ、京成電鉄で運行を継続するため金町、営業所へ移管。本田線1996年9月7日付で、ルートを変更し、U57 系統東堀接線となる。その後、京成タウンバス開業時に移管。船堀線船堀駅前に開設された。 総合区民、ホール、タワーホール船堀へのアクセスとして、1999年12月15日に1年間の試験運行として新設された。2000年の廃止直前に江戸川営業所へ移管され、移管後すぐに廃止された。椅子図自動車製の車両が中心だが、三菱不走エアロエースも少数配置されている。高速バスはトイレ付きの車両が多く、 空港路線も運行しているため、直結クーラー搭載車が多数在籍している。かつては、UD 製の高速車も在籍していた。2018年には、京成バスとしては、久しぶりの高速バスとしては、初めてのダブルデッカー、バインホールアストロメガ TDX24 が配置され、有楽町シャトルで運行されている。コミュニティバス専用車は、墨田百景住マ丸くん、 スミリンちゃん用の日の、ポンチョ、グルーリ、メグリン用のイスズエルガミオが在籍する。京成高速バスでは、初となる2階建て、バススカニア、バンホール製、ダブルデッカーを導入します。京成バス、httpww.kizobuscojp.info.appfiles。 BCAQCFF5668A6834FDA85A6260C574PDF2018 年3月18日閲覧グリフィンマガジン、京成バスが導入したスカニアエンジン搭載2階建てバスは、成田空港アクセスの新しい顔、京成バス株式会社様、スカニアジャパン、 2018年4月24日閲覧。ありがとうございます。